チャンンピオンリーグ何試合ぐらい僕、多分三なんですけど、ラスト1試合はもうすぐ怪我しちゃったんで、ね、うん、経験してるのはそのフェイエノールトとラツィオの二試合だけですね。うん、ああ、そうかそうか、はい、フェイエノールトのホームアウ,ェイアウェイですね。アウェーか、はいえ。じゃあ、そこでじゃチャンピオンズリーグの中でフェイエノールトとラツィオと対戦して、はい、はい、どう感じましたそうっすね、まあなんか あの正直、その昨年のやっぱレアルとやった時のもの印象が強すぎてあれなんですけどやっぱり国によって全く違うなっていうのはすごい感じて特徴というかやっぱフェイ,フェイエとやった時はやっぱりこうボールは大事にしますけどこうやっぱりこう一気にこう切り替え攻撃に行くっていう時のスピードだったりとかそこのスピードはやっぱりこう自分のリーグでプレーしてる。 時よりははもう全然はるかに違ったので、はい、そういうところはやっぱりすごいなっていうのを思いますし、うん、ただ、まあ、やってるときこのチャンスっていう部分もあったんで、はい、まあそういったところをしっかり決めていれば分かんなかったなって思いますし、うん、まあラツィオの場合はやっぱりあのときはちょうど監督が変わる前だったんで、はい、サリーですねそうっすねねそうん、あの監督がこうすごいこうオーガナイズしてやってて、うん、あのすごい面白いなってやってて面白いなと思いますし、うん、やっ あとこう感じたのはやっぱりシンプルにこの身体能力の高さっていうのはやっぱりこう5代でやってる選手は高いなっていうのはすごく感じたのはやっぱチャンンピオンズリーグだけでしたラッツィオとか特に誰がすげえうまいなとか対戦して,てそうですね僕まあでもやっぱりなんかそこってなると思うんですけど、うん、僕途中から出てきたんですけどペドリ。 やっぱりチームのためにペドリっすペドロあれペドリ9番かなんかのペドロっすねバルセロナのいた選手とかやっぱりチームのために走れますしなおかつ僕ら多分最後点決められて負けてると思うんですけどゴールも決めれますしやっぱりチームのために走りながらも最後点を決めれるっていう。 そこのこう決定力だったり、まあ、途中から出てきてそれをやるんだって思いましたけど、はい、まあそういうところはやっぱりこう見て,てあてすごいなってやっぱりこう対峙しててもやっぱりその10番のルイス・アルベルトとか大地、はい、君も出てますしあとアンカーにベッチーノとかがいたんですけど、はい、やっぱりそういう選手はすごかったんですけど、うん、まあ僕個人的にこう見てててすごいなと思ったらやっぱりそのペドロ選手です、ね。<ー> でその今レアルマドリードっていう話ありましたけど、はい、そこはやっぱ衝撃的だったそうですね、衝撃的でしたね誰がすごかったんですかピッチで戦う全員っす全員,す全員す <laughs> あの誰がもう全員っすって、でも本当にでも僕、そうですねまあポジションもポジションだったんですけど、うん、やっぱりバルベルデとか、はい、モドリッチとか、うん、あの本当すご かっったていすピッチ上でモドリッチとかバルベルデとかいてちょっとんか見放はならないですかいやすごいなこのだから最初並んだ時にこう横に並ぶじゃないですか最初黒田がいた時に「でっかいな」みたいななりますよね。ででっかいなの後ににんかもういろんな有名な選手いて。 この選手たちすっごいなと思ったんですけど笛なる前に何かわかんないですけどその気持ちがもうなくなって戦う気持ちになったんでそこはもうピッチ笛なった瞬間はなかったですねじゃあゾーンに入ったって間違いなくゾーンに入りましたやっぱりまあそうですよね意外と選手って試合の時にはそこに集中するから勝手に入っちゃうから。それれに入ってくたんで そのミーハーハとかかは全然なんなかったん、ね、じゃあ試合前だだけミーハーハったと思っ試合前はもう「<laughs> あれこれ全員知ってんだ俺」と思って知らない選手いないぞってなったんでえピッチ上のバルベルデとかのもうアスリート能力はもうやっぱり化けモンなんですか早いですね、うん、や,やっぱ早いしいや早いしっていうかめちゃめちゃ早いんですよ、うん、あの映像で見ても早いと思うんですけど<は>めちゃめちゃ速くてやっぱり頭もいいんで、うん、こう 出てくところと絞るところ、ね、はいうん、守備のところで言うと、うん、ところだったり、まあ攻撃でもこうちょっとテンポ上げるところと落とすところとかもちゃんと考えてやってるんで、はい、いやすげえなっていう。そりゃ今シーズン優勝しましたからね。はい、優勝します。マー、うん、ド選手セルティックでプレーしてますけど、やはりスタジアムの分ですよね。はい、いつも観客がたくさん来ていて、はい、で特にダービーの試合とか、はい、もう本当にいい雰囲気なんですけどどうですか。はい そうですねやっぱりホームはすごい後押しがあって、うんあのー、もううなんてうんていですかねあのサッカー選手としてやっぱりああいうピッチでできるって本当幸せなっていうのはすごい毎試合、感じてて、うんはい、声援もそうですし、うん、人数もそうですしもうやっぱ前日からちょっと雰囲気街の雰囲気が違うっていう、はい、ところがあるんで<ー>そこはすごいなっていうのは感じますし、うん、アウェーは逆にアウェーであの今シーズンはなんか昨シーズンなんか問題があって。うんもう アウェイのサポータータ禁止なんですよ、はい、で全部レンジャーズのファンーサポーターだけなんで、はい、その中でプレーするっていう気持ちよさはなんかこうちょっとまた違う感覚というかかこう、はい、自分たちのサポーターの前だけじゃなくて、うん、アウェイだけのサポーターでやるこう気持ちよさっていうのは、うん、ちょっとなんかこう癖になるじゃないですけど例えばこう僕ちょっとアウェイの時ゴールなかったんですけど、うん、いいプレーとかすると嫌でも向こうの人たちもなんか。 あーみたいなこう声を出すすんですよ <laughs>、うん、そういうのを聞くと「あいいねいいね」みたいな、ね、感じになるんで <laughs> なんかそういうところもやっぱりこう,もう日本じゃないじゃないですかそういうのって、うん、であのいう満員のスタジアムでってやっぱりなかなかないじゃないですか、はい、そういうのでやれるのはやっぱりすごくいいなと思いますし、うん、やっぱり選手同士もやっぱこういつものリーグとはこう激しさだったりとか、はい、球際の部分ってやっぱり違うなっていうのはその感じるんで、うん、あの本当にこう。 ピッチ内は特にそうですしピッチ外でも雰囲気が違いますし、はい、う,ん、こうな,んならピッチ外の人たちの方がやる気入ってんじゃないかっていうぐらいもあるんではい、はい、やっぱり雰囲気は全然違います、ね、すごくいいますすすねごくでしやっぱりそういう満員の中で常にプレーしてるとそのやっぱ慣れもすごくあるじゃないですかはい、はい、なのでやっぱ例えば日本代表とかで帰ってきて、はい、満員のスタジアムになっても、はい、ある程度やっぱりもう全然こう普通のように感じてプレーできるというか。 そうで,すねまあ、でも日本代表の場合は人がっていうよりかやっぱりあのインフォームを着てる限りやっぱ僕は緊張はします、はい、そのめっちゃっていうよりかはこういい緊張というかやっぱりこうやっぱあのインフォームをこう着れるっていう憧れでやっぱり今までやってきてるんでそのインフォームをいざ着るってなった時にやっぱりこう少し緊張はしますし高ぶるとこあるんでもうそこに関しては多分人が。 どうなんですかね、いっぱい入ったとしても変わんないんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、やっぱ代表のユニホームを着ると身が引き締まる思いというかそうですねやっぱりあのユニフォームは特別だなっていうのは、うん、やっぱり何,何回っつってもそんな着てないですし、はい、着てないですけどやっぱりそれはすごい感じますね。 なんかホテルに多分レンジャーズのファンの人たちが打ち上げ花火あ<ー>上げてきて寝させないよようにとかすするんで海外のよくあるようそうそう,そう <laughs> パンパンパンって言ってるんですよ <laughs> とかもあるんででゴール決めたその次の日とかはオフでちょっとこう街行こうと思って行って、うん、レンジャーズファンの人がい,いるんですよ、うん、でこう俺が運転してるのを見,見てくるとやっぱりこう中指立ててきたりとかするんでおーおーああそうかっていう <laughs> だから本当にこう。 前日次の日はやっぱり雰囲気はやっぱり違いますし、うん、あのすごい、ね、すごいですやっぱりそのあとみんなこうプライド持ってるんですセリティックファンならセリティックファンで,ァンで、うん、プライドありますしレンジャースなレンジャースでで例えばこう家の修理とかでたまにレンジャースファンの人とか来るんですよはいはい、はい、もうなんか携帯のとこにレンジャースのマークがあるんですよはい、はい、エンブレム、うん、これ大丈夫かな <laughs> ってこんな家修理してもらってるけどってなるんですけど なんかもう俺もこれは誇り持ってるからってって、うん、けどその応援はしてるよみたいな頑張ってくれってなるんで<ー>あのなんかこう誇りを持ちつつやっぱりそういう優しさっていうのはやっぱりどの,ち、うん、あのサポーターも持っっててるなってのは思いますねじゃあやっぱりフットボールの文化が根付いてるそうですねやっぱりすごく感じますねなんかどうなんですかねセルティックだからっていうのは分かんないですけど、はい、やっぱりあそこのスタジアムっていうかあの町でプレーできるっていうのは ちょっと特別なことなんじゃないかなって、うん、そのまあ僕も他のチームにいたことがないんでわかんないですけど、はい、特別なことなんじゃないかなってはすごい感じます六、ねうん、万五千人がほぼ毎試合埋まるんでん、ね、やっぱあそこはデュッサジャムの雰囲気もすごくいいんで、うん、ちょっとあそこでプレーできるのはやっぱ幸せなのかなっ感じますすご,すごいこと、はい、ターンとマ,マノン がすごいこうスタジアムに響くっていう、それで結構選手が気づいてあ危ないんだとか無理なみたいなとかって選手が感じながらプレーできるのがそのセルティックパックの強みだみたいなそういうのってなんか感じたりすることあります？いやでもなんかそういう単語、その選手が言ってんのかもうサポーターが言ってるのかわかんないですけどそういう単語出てきますし。 あのなんかこうシュートシーンとかこう例えばペナルティーエリア外でもシュート打てるシーンがあったらんか「打てよ」みたいな「シュー」シューって言ってくるんですよだからそういうのとかはやっぱりすごいなって思いますし、うん、そのでもターンとかマノーは結構よく聞きますサポートの人言ってるだからそれがやっぱり今の日本とその海外のもちろんそのピッチ上はそうなんですけどピッチ外の,その周りの応援のスタイルっていうのはやっぱり日本と海外っていうのはやっぱ違う,、はいうね、見方がやっぱ違うと思うんで。 そこは質をそのピッチ内もそうだけどピッチ外の,その応援の仕方とかもどんどん見る人が変わっていけばもっとそのチあの日本のサッカー界っていうのは成長していくと思うのでだからそこは僕の仕事でもあると思うんであ<ー>、はい、頑張ります。<laughs> <laughs> うんそうっすね まあ僕,僕の考えですよ、うん、大前提に僕は結構、その海外でプレーして何が成功かわかんないですけど、うん、やっぱり試合に出るっていうのはすごく大変なことだなってやっぱ感じます、うん、まずねその文化も違えば環境も違う,もう小さいことで言ったら食事も違ったり、はい、もう日本だったらその整ったロッカーありますけど、はい、向こうだったらもう試合前とかもう本当にあのユニフォームの幅ぐらいしかない、うん、で普通のベンチの椅子が置いてあるとか、はい、そういうロッカーもあるんで。うん 環境がやっぱり全然違うんで、うん、まあその大前提に僕は向こうで試合出る出れない選手が逆に普通なんじゃないかなと思ってて失敗して帰ってきたってよくなんかこう言われる選手もいるじゃないですか僕の場合はなんか失敗して帰ってきたというか、まあ、それは普通だなっていうの思ってて、うん、むしろそのまあ僕が試合に出てるからってことじゃないですけど、はい、試合に出て活躍してる人の方がすごいんだよっていうのはめちゃめちゃ思ってて。うんうん あのやっぱそこはなんかけ結構こう勘違いしてる人多いんじゃないかなと思って、うん、やっぱり今まで僕の場合だとら二十何年間日本に住んできて、はい、そこの国で試合に出るよりパッていってすぐ向こうの,そのスコットランドの国で試合に出る方が難しいんだよっていうのはやっぱみんなには分かってもらいたいなっていうのはありますし、はい、まあその中でやっぱり出,る出れる選手と出れない選手っていうのはやっぱありますけど。うん なんか僕が思うのはやっぱりやっぱ向こう行ってやっぱ強烈な子がないと、うん、強烈な子が集まってる中で普通にこなせれる選手っていうのはなかなか生き残っていけないなっていう、うん、やっぱり何かしら強烈な子がないといけないなっていうのはすごく感じるんで、うん、そこはまあ今の場合僕はそのセルティックではすぐ試合出してもらったんですけど、はい、次のじゃあ チームに行きましたってなった時はもうよりもっともっとその強烈な子を磨いていかないといけないなっていうのは思うんで、うん、ただやっぱ向こうに行ってその出,れる出れない選手の違いやっぱそこの強烈な子っていうのが必要なんじゃないかなっていうのは、うん、やっぱりチームスポーツですけど、はい、個人の,その能力だとか、はい、こう経験だとか、はい、こう戦術、個人戦術じゃないですけど、うん、で成り立ってチームスポーツになっていくんで、はい、そこはやっぱり。 向こうに行くんだったらより必要になってくるんじゃないかなっていうのはすごい思いますねだからまあ海外でまず出るにはまずグループというよりも個があってそこからグループに繋がってくるっていうところですよね、はい、いやそこはやっぱり大事だなっていうのはすごい思います、うん、で今そういう意味では選手ってそのアベレージが平均的に全部いろんなことができるじゃないですか、はいはい、そういう意味ではその個っていう部分ではどこを伸ばしたいこれからそうですね、まあ、まずや、まあ、やっっっぱぱりりり攻撃的なな選手なんでゴールだったり、はい アシストっていう部分はやっぱりそのさっき出ましたけどギュンドアンもやっぱりゴールを決めてますしアシストもしてるんでやっぱり,やっぱりそ,のその潤滑油とかチームにとって必要な選手でありつつももう一つプラスでやっぱりあるんでそこのもう一つプラス1個2個っていうのをつなげていきたいんでまずそこの部分とか。 まあ、あとはやっぱり守備的な部分でも、うん、もっとこうボールを奪い取るじゃないですけど、はい、やっぱりそういった部分はあの中盤の選手は必要になってくるんで、うん、そういった部分はやっぱりこうのは思いますす、ね、楽しみですね、はい、この前牧野さんにインタビューした時の流れでちょっと面白い話があったんですけども海外と日本の違いで、はい、練習で海外の人は鳥籠を絶対 自分,た自分が悪いって言って中に入ることがないとっていう話をしてたんですけどセルティックはどうですかあのー、それで言うと僕たちは試合の前日とかにやるんですけど、うんあのー、時間決めてやるんですよ、はいで。その間はずっと鬼をやって、うん、で時間経ったら変わってってやるんですけど、はい、でこう3チームぐらいやってこうみんな守備の時はこう例えば。 A チ B チームのとこ行って B は C チーム行って C は A チームってって守備やるんですけどあの取った回数を数えられるんですけどもうその何回触ったかとか出たか出てないかもうそこの,あのもうアピールはやっぱすごいです。で鬼同士取って鬼同士でパス回した時とかも1本2本3本でパスつないでも,もうなんか。 3本なんですけど5とか言ってると <laughs> そこのなんていうんですかね勝ちたい気持ちっていうのもすごい伝わってきますし、うん、もうきっちりこの俺らはこれをやったんだって、うん、だからそれをカウントしてくれっていうそのアピールは、はい、やっぱ僕もそれ言ってもう向こう行ってからそのアピールはすごくしますし、うん、触った触ってないとか出てる出てないって,いいてのはやっぱしますし、うん、あのー、そこのこうちょっと牧野さんとは違いますけど、うん、そこはやっぱり全然違うなっていうのはこの。 鳥籠一つ取っってても全然違うなってやっぱり、はいま、負けず嫌いな部分と、はい、やっぱりそういう細かい積み重ねが結局勝負の多分一番あやとなるというか、はいうね、一番大事な部分になると思うんで、はい、そで、ねはい、そこが普段から徹底されてるそうですねだから多分監督が言わなくても、うん、選手たちがそれをやってるんで、はい、コーチもあんま言わないですよんなんならもう選手がたまにちょうちのチームのセンターバックでごつえついるんですけど、はい、そいつがもう。 コーチに言いすぎて、コーチも、いや、もうごめん、ごめんって謝ったりするんで、もうそういうところはやっぱりすごいです。あれですか、スパーズにいたやつですか、先生あ、そうです、カーター・ビッっとコパで多分アメリカ代表だっ思うんですけど、あいつとかはもうなんか、切れたら止まらないんで、ミニゲームの時とかも、もう出てる、出てないとか、もうそういうのはやっぱすごいです、みんな、すごいい、ねはそろそろエンディングなんですが、幡田選手、今回、林陵平のフットボール全ミに出ていただいて、どうでしたか。 そうでまあ面白くサッカーの話できたんでよりもっと詳しく戦術の部分とかも僕自身まだまだ分かってないんで客観的に見たチームだとか選手戦術とかももっと話せればよかったなと思いますけどただ、すごく楽しかったですし僕としてはプレミアで解説もずっと聞いてるんで。 あの人だ、っていうのただ今日ちょっと小ネタがなかったのでそこはまだちょっと僕がもうちょい話していければよかったなってい思ますね真面目に対談しすぎちゃいましたけどまあでも使えない話とかもいっぱいしたんでそこはカットされていると思うんですけどでも本当に僕も畑選手といろいろ対談できて来シーズンもチャンピオンズリーグで解説すると思うので。 そのハタ選手のセルティック解説するときはより、はいはい、あの評価いいプレーはもちろんするんでそこに上乗せして僕の解説もしていきたいと思うんでよろしくお願いします。はいはい、頑張まあ来シーズンも活躍期待しています。はい、はい、ありがとうございます。はい。まあご視聴いただいた皆さんありがとうございました。えー、皆さんぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。 おはようございます。おのすおっ